はい、皆さんこんにちは。今日はディズニーモーターズから新しいシリーズジュエリーウェイ、こちらを紹介していきます。で、このジュエリーウェイっていうシリーズは名前の通り宝石のようにキラキラして可愛いね。普通に紹介しても面白くないので、今日はインスタ映えを狙った写真をてるちゃんと一緒に撮っていきたいと思います。で、インスタ映えといっても画像加工するんじゃなくて、お家の中にある何かキラキラしそうなもの、例えばこんなんだね、アルミホイルとかラップとか、あと DVD とかね、こういうのを使ってやってみようかな。で、ちなみに私はカメラのプロでもなければインスタもやったことないので、温かい目で見てください。じゃあ一つだけはいつも通り開けてみます。ディズニーモータースジュエリーウェイリポネットアリエルだね。で、開けてみると中にリボンもついてました。ここにつけるんだね。で、リボンをつけるとこんな感じだね。ブルーのパステルカラーのボディにクリアパーツだね。で、このクリアパーツにはラメが入ってるんだね。すごく綺麗だね。で、ぐるっと一周見てみようかな。横はこんな感じだね。後ろはこうだね。で、反対側の側面はこんな感じで、ルーフの部分はこんな感じだね。やっぱりこの辺が宝石っぽいね。で、タイヤはクリアなブルーでラメが入ってんだね。で、ホイールはゴールド、かわいいね。で、あとこの上が開くのかな。開けたことないからちょっと怖いね。あ、開いた開いたこんな感じです。で、運転席は一人乗りだね。こんな感じの内装になってます。で、この中に指輪とかネックレスを入れて飾るのかな。それじゃあ早速やっていきます。じゃあてるちゃんやってみよう。じゃあこの、これアリエルなの。これアリエル、アリエル車。そう、アリエルの車。これをアリエル、アリエル車。これをいろんなものを使ってかっこよく写真を撮ろう。できる？どうやって撮ります？じゃあ例えばね、じゃあこの、これアルミホイル、これをそうしたら、こんな感じでクシャクシャクシャって一回紙を丸めて、やったらね、ほら、これキラキラ。じゃあこのキラキラの上にアリエルを置いてみよう。いい？うん、置いてみて。これで写真撮ったらどうかな。かっこいい。全然。全然？かわいいだけ。かわいいだけか。じゃあちょっと一回これで写真撮ってみようか。こんな感じだ。どう？これダメ？キラキラしてない？キラキラしてるけど。してるね。じゃあ今度もうちょっとキラキラさせるためにこのまま置いといて、キラキラなやつ。じゃあこれキラキラじゃない？これキラキラ。これ DVD。こうやってやったら明るくしたらいいんだろ。じゃあてるちゃんこの DVD に反射を、そうそう、 DVD に光を当ててキラキラにさせてあげて。レインボーになってる。レインボーになってる、いいね。レインボーってキラキラだね。これこんな感じかな。はい、レインボーキラキラ。またさっきと一緒。さっきと一緒。じゃあこれにプラス、じゃあちょっと待ってよ。コイン？コインでいくか。コインでいくか。コインでやってみる。違うの、僕は持ってるから、うん、そしたら、うん、そうしたら、パタ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 、キラキラって落とすのか。なるほどな。はい、どうぞ。はい、できたらいいか。せーの、はい、いいですか。はい、はい、せーの、はい。これ、これ失敗だね。落とすの難しいね。じゃあ、次のやろう。次のやつでいきます。てるちゃん、じゃあこれサランラップでやってみよう。はい、ぐちゃ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 って、一回ぐちゃぐちゃぐちゃってやって、ラップをかぶせます。ラップをかぶせて、うん、なんかできたかもしれない。これどうですか。これ成功？まだダメか。
次はロウソク火遊びです。火遊びするの？自由遊び。あ、自由遊びか。じゃあロウソク使います。ロウソクはちょっと大人の人にやってもらってください、ね、これアロマキャンドルだね。そうだね、ロウソクをここに置いて、はい、行きます。先生、うまくできないんですけど。だって火があるからです。火があるからダメなのかな。で、これにラップかぶせて全部合わせたらうまくいくんじゃないの。よし、これでカメラマンでしょ、写真撮るって。じゃーん、シャボン玉。シャボン玉いける？家の中でやる。家の中でやる？ダメだよ。じゃあちょっとシャボン玉ちょっと練習してみよう。せーの。あれ、上に行っちゃったよ。上に行った。上に行った。上手だ。あ、ちょっとちょっとちょっと、いい、いいよ。これ上行っちゃった。おお、来た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 。あれ、小さいやつしか難しい。じゃあいいよ、パパがやるから見てて。あれ、あわがないだけだ。失敗。僕にも一緒に作ってよ。あわだだけ。あれ、あわないだけ。これ、大変かな。何やってるの、パパ。お家の中でシャボン玉やったら怒られるもんね。ママに最初にしとけよ。泡潰したら泡潰したら失敗じゃないか。シャボン玉は失敗です。シャボン玉はあれじゃないの、プロのカメラマンじゃないとダメなんじゃないかな。次は最後、てるちゃんが言ってたコップだね。この中にほらアリエル入れればいいんだよね。ほら、これでキラキラなるんだね。じゃあ僕は見えない。そうだね、これだとてるちゃんコップと銀色しか見えないから。僕ね、最初の声入ればいいんだね、中に。そうだね、これでいいんじゃないかな。ダメかな。写真撮っていいよ。いいかな。いいね。コインって言ったら？はいよ。コイン。なんだそれ。ピョンプブって。これマリオでいきまーす。マリオとアリエル借りようか、変えようか。これでいこう。いいんじゃない？コインとマリオでいいんじゃない？入ってきた。じゃあせっかくだから、はい、マクイーンを。マクイーン入んないでしょ、これ。これでいいか、マクイーン。顔見えるようにした。顔は、なるほどね、顔が見えるように。だからそれでいいの。これでいいの、よし。じゃあマクイーンいきます。はい、今日はディズニーモータースのジュエリーウェイでインスタ写真やってみました。はい、楽しかった。はい。疲れたでしょ。はいはい、バカになっちゃう。バカになっちゃったの。いや、バカってなに。バカってくださいで。おかしくなっちゃったの。おかしくなってませんでしょ。疲れちゃったの。はい。あ、そうか。はい、じゃあ今日も楽しく遊びました。怒ってるんですか。疲れたから怒っちゃってるの。そうね、写真撮るのちょっと疲れたね。はい、じゃあ今日もよく遊びました。おしまいです。じゃあ最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録もお願いします。今日もおしまいです。バイバイ。バイ。よし、やめろ。聞いた。
おしまい。はい。